チの仇、覚悟しなさい。あんたがここまでやれるとは思わなかったわ。やはり偶然に聖剣を抜いたわけじゃなかったのね。神獣を倒した実力は褒めてあげるよ。だが、それもここまでだ。黒の貴公子様は、私が命に代えてもお守りする。あの人は、私のすべて。さあ、行くよ！今日こそ決着をつけます。そしてエリオットを返してもらいます。泣かせるじゃないか。姉の思いを知らずに弟は泣き叫んでいたよ。誰も助けに来てくれない。姉様に見捨てられかってね。ええ、あの日守れなかったからこそ私はくじけずに立てたのです。父の無念、母の思いが私を支えてくれた。エリオットが私たち家族の愛に守られていることを伝えるために。愛などと青臭い言葉を。愛なんて何の役にも立たないのよ。力がなければ何も守れないことをその体に刻んでやるわ。体の痛みなど心の痛みに比べれば、私の思い見せてあげます。宇宙から邪悪な力を感じます。彼女が仕掛けてくる前に何としても止めなくては。